8月にオープンしたばかりの下野旬菜農場に来ています。名前の通り新鮮なお野菜などが揃っているそうですよ。楽しみです。まゆみさんがやってきたのは JA 愛知知多が運営する知多野旬菜農場。知多半島の新鮮で旬の野菜が手に入る農畜産物の拠点として大府市にオープンしました。この井戸はここ旬菜農場のシンボルなんだそうですよ。すごい珍しいですよね。あ、冷たい。知多野旬菜農場は大きく分けて2つ。まずは地元の農畜産物がずらりと並ぶ八百楽。知多半島は玉ねぎやキャベツといった野菜が多く栽培され、中でもフキは全国一の出荷量を誇ります。みかんやぶどうなどの果物の栽培も盛ん。八百楽はそんな知多半島自慢の食材が揃う産直施設なんです。もう本当にいろんな種類の野菜が揃ってますよね。そうですね、地元の農家さんたちが本当に一生懸命育てていただいております。あ、そういった地元のところから全て、はい、そうですね、はい、まあ、大府を中心としてこの地域東浦東海市の方の農家さんも協力していただいて、こういった商品構成を作り上げることができております。そうなってくると新鮮なものが間違いないですね。朝取ってそのまま持ってきていただけるお客さんもいますし、朝出すだけじゃなくてまた追加という形でお昼過ぎからもまた追加していただけるという形で、こういった売り場を可能にしていただいております。知多野旬菜農場は夜の7時まで営業しているため、朝だけでなく午後からも農家さんが採れたての野菜を並べに来るんです。9月の旬の野菜とか果物っていうと何になりますか？果物でいうブドウ、梨、イチジク、こちらが地元の農家さんたちが一生懸命今作っております。それが本当に豊富に出てきますね。あ、旬の果物とかもすごい楽しみですね。そうですね、はい。野菜の他にも柔らかく脂の甘さが特徴の愛知知多牛や知多豚も揃っています。すぐ隣には揚げたての知多牛コロッケなどが1個から買えるコーナーもあります。おー、熱々だ。では知多牛コロッケから。うん、もう周りがサクサクで、もうホクホク、もう出来たてはやっぱり一番美味しいですよね。続いてお店の名物、特製タレに漬け込んだ大府唐揚げ串もいただきます。おー、濃厚。うん、甘辛いタレで味付けがされてあるのですごい美味しいですよ。もうここに来たらついつい1本買いたくなっちゃいますね。他にも知多半島の近郊で水揚げされた新鮮な魚介類があったり、地元のお米をその場で精米して購入できるコーナーがあったりと、八百楽は地元の美味しくて新鮮な食材の宝庫なんです。知多野旬菜農場はこれだけじゃないんです。八百楽の隣にあるのが七草の魅力は何といっても地元の採れたて野菜を使った出来たての惣菜。季節の野菜を使った惣菜はもちろん、サラダや肉じゃがといった定番のものまで欲しい分だけ買えちゃうんです。お持ち帰りもおすすめですが、せっかく七草に来たならこれ、惣菜バイキングです。ランチタイム限定で作りたてのおよそ20種類の惣菜が食べ放題なんです。惣菜だけでなく知多牛カレーや季節のフルーツなどサイドメニューも充実。もう好きなものを好きなだけ選べるなんてすごい嬉しいですよね。テンション上がっちゃいますよ。まずはすごい、もう初めて見た時から一目惚れしたこのナスのピザをいただきます。ナスが分厚いですよ。ナスが新鮮で、もう厚みもあって大きいので結構食べ応えがあります。もうナスピザハマっちゃいそうです。続いて秋の野菜、かぼちゃの煮付けをいただきます。味がよく染みていて美味しそう。うん、しっとりとしていて甘いです。味付けがあっさりしているのでかぼちゃ本来の甘みが味わえます。出来たてのお野菜をその場でいただけるのはすごい嬉しいですよね。
知多半島が誇る様々な農畜産物が揃う知多の旬菜農場。皆さんもぜひ一度足を運んでみてください。